そっか、魔境占いって絵本の中でフォレンさんがやってたやつだよね。そうです。ヨハネちゃん、ちょっと安直すぎないかしら。その絵本を読んだことがある人が聞いて、いいでしょ、かっこいい方がみんなに分かりやすくていいし。それに占いは当たるか当たらないかが重要なんだから。そうです、まずは占っ、私はヨハネさん。ダイヤ、マイロも信じてる。花丸、えへ、それじゃ気を取り直して魔境占い始めさせて。未来のことじゃ当たってるかわからないから、花丸の今考えていることを当てていくわね。いにしえの光と闇を継ぐるもの、ドキドキドキ。我が求めに応えよ、深淵の魔境。